青春18切符、青春18切符、青春18切符は、旅客鉄道会社全線、JR 線の普通列車、快速列車が1万1850円で1日乗り放題を5回利用、可能となる、販売及び、使用期間限定の特別企画乗車券、特特切符である。本校では、青春18切符の前身である青春18、のびのび切符についても述べる。 日本国有鉄道国鉄旅客局が運賃増収作の一環として企画し、1982年昭和57年3月1日に青春18のびのび切符として発売を開始、1983年昭和58年春季発売分から現明賞に解消した。主に学生などの春季、夏季、冬季休暇期間を 利用期間として発売され、原則として、新幹線、特急、急行を除く、旅客鉄道会社全線の普通列車、快速列車など、運賃のみで乗車できる列車に乗車することができる。2014年、平成26年夏季以降の販売価格は、5回、人分で1万1850円、消費税率8%化に伴う改定。 1> 第1回発売時は8000円で、後1万円に変更。1986年、昭和61年当期に1万1000円に値上げされた。あと、1989年、平成元年4月1日に、消費税の導入と、税率引上げによる値上げが行われて、現行価格となっている。なお、後日のように2007年、平成19年春季は、JR 発足20周年。 青春18切符として8000円で発売。主として学生向けの商品として企画されたが、利用者の年齢制限はなく、小児運賃の設定もない。JR ホテルグループの予約センターに宿泊を申し込み、当日現地で青春18切符を提示すると、ホテル宿泊料金の割引等が受けられるなどの特典が一部に設けられている関連商品参照。 青春十八切符の名称の由来については、当時国鉄旅客局長だった須田博氏により、青少年、学生をイメージした青春と、その象徴的な年齢で、末広がりの八にも通じる十八を組み合わたと、後年に須田が説明している。国鉄分割民営化後、JR 各社を代表して、東日本旅客鉄道、JR 東日本が百九十四年、 平成6年に、商標登録、商標登録番号第300万7644号を行った。利用期間は、学生、生徒がおおむね長期休暇、春休みの夏休み冬休みに入る期間で、その開始約10日前から終了日の10日前まで発売される。ゴールデンウィークは、利用期間に含まれていない。なお、秋は、秋田の乗り放題パス。 2012年から2011年までは鉄道の引き年 JR 全線のり放題切符が発売されている。払い戻しは利用期間内で5回とも未使用の場合に限り取扱い箇所で行える220円の払い戻し手数料がかかる。利用期間が終了した後は5回とも未使用でも払い戻しは受けられない。列車の運休、遅延等による場合など いかなる理由でも一度使用開始した回日曜日の取り消しはできず、払い戻し及び利用期間の延長もできない。利用期間が終了した切符は5回使用していなくても無効となり、次の利用期間にまたがって使用することはできない。1枚で利用可能期間中の任意の日に5回まで利用できる。5回分は一度に連続して使用しなくてもよく、利用期間内であれば、 別々の日に一回ずつ使うことができる。一枚を複数人数で同時に使うことも可能で、その場合は同1日に人数分の回数を使用することになる。未使用の切符であれば一枚を1日に5人で同時に使用することも可能である。ただし複数人で使用する場合、入場、出場時は集団で行動することになる。自動改札機は利用できないため、 有人通路を利用する。現行の様式となってからは、一枚の県面に5箇所、ある乗車日、記入欄への改札員の応印等による日付の記載により使用開始を示す方式を採用しており、各回とも最初に乗車する際に、有人駅の場合は、有人改札の駅員に、無人駅においては乗車した列車の車掌、ワンマン運転の場合は、停車中に、 車掌業務を行う運転士が乗車員と日付を記入する。一回分は原則乗車日、当日限り有効で乗車日内0時から24時までの間であれば何度でも乗降や途中下車ができる。日付をまたいで運転する列車については0時を過ぎて最初に停車する駅まで有効、0時をまたいで停車している列車はその停車駅まで有効である。なお、これは 上降可能な駅のことであり、時間調整や乗務員交代等のいわゆる運転停車は通貨扱いなので、これに該当しない。例えば、2009年に廃止になったムーンライト九州は、日付変更前に朝駅を出発し、日付変更後に広島駅で運転停車していたが、岡山駅までは上降できなかったので、岡山駅まで有効とされていた。ただし、 東京及び大阪近郊の電車特定区間、大都市近郊区間ではないでは0時を起きても終電まで有効である。なお、乗車日の24時、翌日0時以降終電までに電車特定区間の駅と区間外の駅との間を乗車する場合は、電車特定区間の境界の駅と区間外の校舎駅との間で有効な乗車券などが必要となる。このことから、 特に夜行列車を利用する旅客にとって、前日夜に乗車してから、日付が変わるまでの区間において、青春18切符を2回分使用した方が得か、田舎は、その列車がレ時ジを過ぎて、最初に停車する駅によって左右される。例えば2007年のダイヤ改正において、下り、ムーンライトながらの日付変更駅は、横浜駅から小田原駅へと大きく移動した。 JR 以外の鉄道事業者からの直通列車が運行される JR 線区間、七尾線、七尾、和倉温泉間、鹿島線、鹿島神宮、鹿島サッカースタジアム間など、や、他鉄道事業者所有、運行であるものの JR 線の運賃は要される。場合、東京メトロ千代田線綾瀬北、千住間などがあり、こうした例では、JR の運賃が適用される区間であれば、 ほぼ利用可能である。ただし、施設として運行される場合は、利用不可能な場合もあり、例えば、茨鉄道の列車で、静音、操作間を、青春18切符で乗車することはできない、白疎内線の列車で乗車することは、JR 線なので可能。以下の区間では、青春18切符のみで、特急列車の普通車自由席を利用できる。普通列車が運行されておらず、 特急列車のみ運行しているため、普通列車は運行されているが、利用客の利便性向上のため。ただし、以下の場合は、特急列車に乗車した全区間の運賃及び、特急料金が必要となる。赤商線及び、大宇本線の特例区間の場合、過去に存在した津軽海峡線の特例区間も、同様。宮崎空港線及び、佐世保線の特例区間の場合は、 下記の通り上述の制限が緩和されている。特例区間内で特急列車を下車し、特例区間外にまたがる後続の特急列車に乗車する場合は、後者の特急列車に対する運賃、特急料金のみが必要となる。例外規定については、特急料金不要の特例区間も参照。接続していた JR 幹線が新幹線の開業により、 蛍光在来線として、経営分離、第三セクター化されたことで、JR 在来線との接続がなくなった、JR 路線、飛び地路線について、その飛び地路線の起点の駅につながる一部の、第三セクター鉄道区間の普通列車、快速列車自由席を通過利用できる。対象となる区間は、下記の各路線で、いずれも、JR 線と、 第三セクター路線との接続駅ではその飛び地路線を利用するかどうかに関わらず乗降が可能であるが、接続駅以外の第三セクター鉄道区間内の駅では乗降できない。乗降する場は第三セクター鉄道区間の乗車した全区間の運賃を別途支払う必要がある。下記以外の区間は対象外。 青春18切符北海道新幹線オプション券を本切符と併用することで、機構内五両角間を通過利用することが可能。青春18切符北海道新幹線オプション券は2016年3月26日の北海道新幹線の開通の際、海峡線から在来線の旅客列車が廃止されたことと江差線が道伊佐り火鉄道に経営分離されたことで、 北道と本州の間が普通列車で接続できなくなったために発売された。詳細は使用できない路線の記載を参照。青森のヘジ八戸間を通過利用できる。青森、のヘジ、八戸の各駅でのみ乗降できる。2010年12月4日に東北本線の青森八戸間が JR 東日本から青い森鉄道に経営分離された際、 大港線は他の JR 路線との接続がなくなり、八戸線は他の JR 線との接続が新幹線のみとなったため制定された。普通、快速列車に乗車して通過利用する場合に限り、高岡と山間を利用できる。高岡、富山両駅でのみ乗降できる。年月日に北陸本線の栗一間が JR 西日本から愛の風と山鉄道に経営分離された際、上花線と氷見線は両路線が高岡駅において相互に接続する以外に、他の JR 在来線との接続なくなったため、制定された。普通、快速列車に乗車して通過利用する場合に限り、金沢津端間を利用できる。金沢津端の両駅でのみ乗降できる。 2015年3月14日に北陸本線の金沢栗原間が JR 西日本から IR 石川鉄道に経営分離された際、7尾線が他の JR の路線と接続のない飛び地路線となったため制定された。前日の通り、青春18切符は国鉄の増収策の一環として企画された。当時、国鉄内部では利用者層を青年、学生、 中年、社会人、主婦、老年と分けた場合、中年男性は出張などで長距離の利用が多い、ものの、それ以外の年齢層では、比較的短距離の利用が多いと分析していた。そこで、それらの層にも長距離の利用を進めるための特徳、ギップを発売することとなった。老年向けには、フルムーン夫婦グリーンパスを発売していた。 中年女性向けには1983年からナスミディパスを発売。これらの成功を受けて、1982年から青春18切符の前身にあたる青春18のびのび切符の発売が開始された。青春18とある通り、青少年、学生を主な発売対象とした切符であったが、開始当時から年齢制限はなかった。当時国鉄には、 長距離区間を運転する普通列車が数多く存在しており、民営化後のような合理化が進展していなかったこともあって、学校の長期休暇期間中、主要路線の普通列車はしばしば各地で長大編成の輸送力を持て余していた。そのような既存列車の輸送力を活用しながら新たな需要を喚起することで増収が狙われたのである。発売当初は1日券3枚と2日。 剣一枚、共に青い呪文のセットで、価格は8000円であった。また、青少年の利用を意識して、バッグなどに重複できるシール状の青春18ワッペンが付属していた。利用期間は3月1日から5月31日までで、ゴールデンウィークを含む、ただし、1982年当時5月4日は、国民の休日、緑の日のいずれでもないため、飛び石連休。 夏季用は一日券4枚と2日、券1枚のセットで1万円となった。利用期間は7月20日から9月20日まで。当期の設定なし。1983年春季、青春18、のびのび切符は、青春18切符に解消された。利用期間は2月20日から4月10日までとなった。1984年夏季用から一日券5枚となった。 使用できる期間が1日短くなったが、価格は1万円のままであった。また、1984年から陶器用が発売された。陶器の利用期間は12月10日から翌年1月20日まで、2009年陶器用まで続く。1985年陶用の利用期間は7月20日から9月10日までとなった、2015年陶用継続中。 1986年当期に価格が1万1000円に改定され、1989年季より消費税が導入されたことを受けて1万1300円に改定された。1990年からマルスタン末による発見が可能となった。1993年春季用の利用期間は3月1日から4月10日までとなった2015年春季を継続中。 1996年春季より、現行のように5回、人文を1枚の券編にまとめた様式となった。これは、金券ショップなどで1枚ずつバラ売りされるのを防ぐためとも言われているが、複数人数で同時に使用する場合、前述したように、集合、解散が煩雑になり、全員が同じ工程で移動しなければならなくなったため、使い勝手が悪くなった。 JR の旅客営業規則において旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用すると乗車券は無効不正乗車になることが定められているが青春18切符については5枚綴りであったことに鑑み、5枚の切符を JR の都合によって1枚にまとめただけで各回の効力は独立しており1回目のみを使用しても2回目以降は旅行開始前であると 一部書籍では説明されている。しかし、一回目の旅行開始で、切符全体について、旅行開始後となり、一回目の使用者とは別の人が、譲り受けて二回目以降を使用するのは不正乗車とする、意見もある。複数人数の場合は、同一工程の条件の解釈に差異があると言えるが、一枚になった理由について JR から公式の発表はない。1997年下期から、 消費税の税率変更に伴い価格が11,500円に改定された。2004年当期から普通、快速列車のグリーン車自由席に限りグリーン券を別に購入することで利用できるようになった。同年10月のダイヤ改正に伴って実施された JR 東日本におけるグリーンの制度変更によるものである。2007年には JR 各社が 発足20周年を迎えたのを記念し、春季のみ、JR 発足20周年、青春18切符が、発売開始時の価格と同じ8000円、乗車できる列車、回数などは、通常のものと同じで発売された。搭乗車券の発売、利用期間は1993年から2009年まで固定されていたが、2010年当期から、 発売期間が12月1日から31日、利用期間が12月10日翌年に1月10日と10日間短縮され、また、東北本線、八戸青森間の青い森鉄道への移管を受けて、青い森鉄道に乗車する際の特例が設けられた。2014年下季から消費税の税率変更に伴い、価格が現行の11,850円に改定された。 青春18切符は1日単位24時間で有効の形式をとっているため夜間の長距離移動については当切符発売以前から運行されていた普通夜行列車に加え1980年代後半以降に広範囲でムーンライトなど当切符でも利用可能な夜行列車が運行されより遠距離への移動需要を満たす役割を担ってきたしかし 1990年代までに、旧来の普通夜行列車は多くが廃止され、2000年代後半以降は、ムーンライトについても次第に廃止される列車が増え、2009年春のダイヤ改正で、それまで定期運行されていたムーンライト越後、2014年春季を最後に運行なし、ムーンライトながらがトーキップ有効期間に合わせて運行される形となり、もともと臨時列車であった。 ムーンライト新州と共に青春18切符を利用できる夜行列車で移動できる地域は限定される傾向となっている。2000年代における販売枚数は JR 東日本によると前半から中盤は毎年25万枚から30万枚で2007年は35万枚以上の販売実績があった。 朝日新聞コラムの引用によると JR 全体では二千十三年度六十七万枚となっているその後も発売枚数は伸びており JR 全体では二千十五年度は七十一万枚で七十万枚を超えたのは二千九年度以来となったかつて一部駅の窓口では赤い字門の用紙に印刷された常備券での販売が行われ鉄道ファンの間で 生県、赤県と呼ばれた。常備県とマルス端末発行の県で、効力は同等であるが、貴重あるいは不情があるとして、ファンの間で人気があり、遠方から常備県を扱う駅まで購入しに行く者もいた。本県は、緑の窓口が設置されていない駅で発売される、事例が多いが、例外もあった。北海道旅客鉄道。 JR 北海道では2012年春季まで発売していた一部駅では通信販売を含むほか JR 九州では販売委託先で2009年冬期まで発売していた JR 西日本 JR 四国の駅においても発売駅の縮小が進んでいたが JR 西日本 JR 四国の両社協に2016平成28年冬期をもって発売を終了した JR における赤県の販売終了後の2017年3月19日より、当面の間、いすみ鉄道がキハ28型を運用していることから、パロディ商品として、青春28切符の販売が行われている。これは、いすみ鉄道全線急行、準急行を含むの指定席及び JR 線、小港鉄道線を除くで、普通列車及び快速列車、 休校を2回もしくは2人で利用することができる。有効期間は6ヶ月。自問デザイン等は、国鉄時代の青春18切符を彷彿とさせる。JR 各社の緑の窓口や一部の切符売り場、旅行代理店などで発売されている。JR 東日本の指定席券売機、JR 西日本の緑の券売機、一部の設置駅を除く。 緑の券売機プラスでも発売されている。青春18切符発売時期に合わせて、以下の事業者では企画乗車券として、全線の乗降が自由となる商品を発売している。上記のほか、北近畿単語鉄道、現在の京都単語鉄道では2007年春から2009年1月までの間、青春18切符を提示すると、全線の乗降が自由となる。 KTR 青春フリーキップを500円で発売しいた。一方、カンフフェリーでは青春18キップを提示すると割引となる。青春18キップを活用する方法などを記した書籍は多数出版されている。多くはルールの解説や便利な列車の紹介、モデルコースの案内などで構成されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。